チオ、どうしてこんなことを？あんなに優しかったあなたが、なんでこんなことを？そんなの決まってるじゃない。私たち兄弟だからよ。何にも恐ろしいことなんてないの。あなたのためだったら私、何だってやれるんだから。豊彦さん、これは、私たちが招いてしまった運命なのね。過ちを犯してしまったんだわ。何をバカなこと言うんだ。これはただの偶然、ただの偶然が重なっただけだ。引きつけられる青いたち、二人の運命はこの時すでに